おはようございます、一ノ瀬はじめです。昨日もたくさん飲みました。飲んだよね。ね。Google、今日の天気は？名古屋は今日快晴でしょう。最高気温36度、最低気温26度の見込みです。あれ涼しいじゃん。現在30度、快晴です。ね、ちょっと下がったね。2度下がった。あ、すごい涼しい感じだね。はい、今日は朝から冷やし中華。モーニングだよ。ね。モーニング冷やし中華だよ。結構でかいよ。いただきます。どうぞ。はい、今日もめちゃめちゃいい天気。最近セミの声が遠いね。それではお仕事行ってきます。はい、午前中のお仕事終わりました。めっちゃ天気いいな。でね、風が強いからっていうのもあるんだけど、いつもよりちょっと涼しい。それではお昼食べたいと思います。はい、今日は朝に続き昼も麺でいきたいと思います。麺が体に優しいよね。そう、胃が偉い、うん、それではラオウいただきます。どうぞ。はい、息子は自分が食べるサンドイッチにキュウリを並べてます。上手上手、お母さんの切り方上手。そっち、並べ方じゃなくて。はい、竹が隙間なくというかちょっとキュウリはみ出し気味であ、直したな。並べました。豪華バージョンだね。はい、竹、自分で作ったサンドイッチ美味しいですか？美味しい。美味しい。何が入ってるのこれ？ハム？キュウリとハムとマヨネーズがついてる。あ、本当は卵も入れようかと思ったけど嫌なんですよ。竹、卵あんま好きじゃないかな。うん。はい、今日もお仕事終わりました。まだ6時回っても明るいね。昼間と空の色変わんないね。それでは帰るとします。はい、帰ってきたら母ちゃんと息子がアンドーナツを食べております。おー、まだこれ温度を感じる ね、すごい。揚げたてなの、揚げたてなの、だから買ったので美味しいの。おー俺のは、うん、あれ最後の1個みたいなことだった。本当か？嘘です、すいません。あ、手書きでカレー。父ちゃんのはカレーパン、カレーパンというかカレードーナツ。そう、父ちゃんがカレーが好きだって知ってるから、うん、ドーナツ、あんこの方は買わないでカレーの方だけ買ったよ。じゃあちょっと食事の前にいただきます。でもコロッケ買ってきたのにご飯を炊くのを忘れたという致命的なミスを犯したよ。残念でした。うん。じゃあいただきます。どうぞ。すげえ形しっかりしてるな。あ、そうだ、うん、ダメだった。いや、全然そんなことないよ、美味しいよ。全然辛くもないしね。3つ買ってこればよかった。3つで350円だったね。あ、そうなの。150円なのに1個。へえ、なんで？いや、割引？そう、いや、3つだとちょっと割安になりますよっていうやつ。どこ、これ？あそこよ。困る？中彦。まあいいや、いただきます。この反対側はね、結構具が詰まってる。あ、そうなの。あ、ちょっと、うん、あの下に、下にちょっと重力の、うん、重力の影響で決してお店の味が結構いい味よ。あ、うん、聞いてる？聞いてる。はい、ところのでかいのね、まあ、何日か前に届いてたんですけど、チーロさんね、ピチキお姉さんのお父さんが、経営してる会社の、バッテリーですね。エナジーキャリー500ワットアワーっていうね、めちゃめちゃでかいバッテリーです。これね、持ち運びができるポータブルバッテリー。これね、うちの会社のね、災害時用のね、緊急電源として一度用意しておこうかなと思って、まあ、チーロさんならね安心なので今回これを購入してみましたよ。それではね、早速いろいろ試してみたいと思うんですが、とりあえず外箱に書いてあるのがですね、対応してるのがこのね、パソコン、音楽プレイヤー、スマートフォン、タブレット、小型テレビ、コーヒーメーカー、電気調理器も使えるんだね、照明もね。あとはバッテリー容量は 500W でしょ、出力パワーは 300W。 300W あったらどうだろう、ドライヤーとか使えるかな。ついてるのがね、 LED ライトね。で DC、直流の方ねの、出力口とがシガーソケットがついてますね。まあ、この辺は開けてみてからになるかな。
外観もこんな感じね、とりあえずまあ開けてみましょうかね。はい、外回りこんな感じだね。はい、出してみたらね、一回り小さくなりました。この辺ね、取っ手がついてて持ちやすい。これ、あ、形はこれ変わんないのね。で、ここね、ここがシガーじゃないな、ここコンセントだね。で、ここがなんだ、インプットなんで、これがね、この本体を充電するところかな。で、ここに AC っていう書いてあるボタンがあります。で、正面はこれディスプレイって書いてあるね、ここね。で、ここに液晶モニターがあります。これ押してみたらどうなんだ。お、ピーッと音がして、ここにね、今 40%、充電されてます。で、反対側のここがね、 LED のライトになりますね。うわ、すげえ明るい。な、押すと消えるね。で、ここが DC のアウトなんで、ここなんか刺さるんだよね。12V の10アンペア。ここがシガーね。で、ここに USB の、5V 4.5 アンペア。A タイプですね。ここもこう、押すと音が鳴って、ここにランプがついて、使えるようになるってやつだね。で、後ろにはファンがついてます。で、あとは付属品がね、ちょっと待ってね、はい、ついてた付属品、これね、これがね、開けてみると、これ電源コードっぽいね、これね、ここね、さっきの刺さるやつね。うん、こっちがコンセントなんで、100V でチャージする用の電源ですね。で、あとはこの説明書が入ってましたね。一旦充電をしてみましょうかね。うん。はい、それではね、このコードを挿してみましょうか。ブスッとね。そしたらね、今パッとここがつきまして、今映ってるかな、80-90W いかないぐらい充電してますね。なんでこれどれぐらいで満タンになるんだろうね、残り 60% 充電するのに。まあ、90W 前後でずっと充電していくんで、 500W だから、まあ、100W で5時間だから、今 40% あったよね。40% ということは、約 300W 分を充電するわけだから、3時間ちょっとかな。充電するのにね。実際、今、来い。6時15分、ちょっと前。12、3分。なので、9時ぐらいまでかかっちゃうのかな。それではね、ちょっとね、お風呂入ったり、ご飯食べたりして、9時過ぎぐらいに一旦確認してみたいと思います。どれぐらいになってるのかね。それではまた後ほど。はい、7時になりました。あれからね、1時間とは言わないけど、45分ぐらい経ってるかな。で、見てみましょうか。見えるかな？お、来た。変わらず 89W で、今 55% なので15% 充電されましたね。じゃあまたこれからね、1時間ずつ見ていきたいと思います。はい、本日のご飯は、メンチカツ。これ、うん、メンチカツあれだよね、さっきの何パンとあんドーナツとカレーパンと同じところで買ってきた。そうあそこだったら間違いない。そういうことで、それではいただきます。どうぞ。はい、午後7時に、うん、7時、午後8時のはずなんだけど、どうなってんだ、時計がおかしいね。今
とりあえず8時になりました。1時間経ってどうでしょうか。いくよ。今ね、あ、なんかワット数も上がってるの。93ワット、 74%、 結構来たね。 40% なんです。 40% スタートだったんで、今 34% 充電が、進んでおります。だいぶいい感じじゃない。はい、9時になりました。それでは今のバッテリーは、なんだ、56ワットになってるな。 90% になりました。急になんか電圧じゃないがワット数が下がったのはなぜだろう。まあでもほぼ3時間かからず 100% に近いぐらいまで来ましたね。もうちょっと待ってみようか。はい、それじゃあね、だいたいもう 93%、 だんだんね、ここのねワット数が下がってきてるんで、 90% 以上になるとこの給電効率が落ちるのか何なのかちょっと分かんないですけど、まあこれで一度使ってみようと思います。今これ外したんだけど、結構熱持ってるね。熱いです。はい、まずはね、ここね、 100V300W、 ここにね、こいつね、アンカーの充電器を挿して、こんな感じで、はい、挿しまして、で、これライトニングのケーブルね、ライトニングのケーブルを挿します。こんな感じね。はい、ここちゃんとね、あの雷のマークついてるんで充電できてますね。ここのね、 DC のアウトプットのソケットを使うものがね、今んとこ僕には、ここの手元に今ねないので、あとこれをねどう使うかっていうのがねちょっと分かんないので、ちょっとまあここは置いといて、次ここね USB 再びねこいつを挿して、こうね、でここのボタン、あ、こっちか、こっちのボタンをピッと押すといて、はい、ここ反応しましたね。これ見るとちゃんとここね雷出てるんで充電できてますね。これでバッチリです。あとね、もう一個試したいことがあって、はい、こいつね、これね、あ、でも無理かな。ここにね 1200W って書いてあるんですよ。ちょっとこれ見ると多分無理ですけど、ちょっと試してみましょうか。はい、こんな感じでね、 100V の方をつなぎまして、こいつの電源、あ、動いた、あ、ちょっとこうなんか不安定ですけど動いたよ。すごい、これということは災害時でもドライヤーが使えるね。あ、これはすごいわ、パワーすごい。一番こうパワー少ないモードだったらちゃんと動くね。すごいわ。しかもホットだよ。すごい。素晴らしい。あ、切れた。はい、というわけでね、チーロのエナジーキャリーを今日は試してみました。まさかね、ドライヤー、まあ短い時間だったけど動くとは思わなかった。まあ繰り返しやればね、なんかいけるかなと。それかね、もうちょっとワット数が低いやつ、ダイソンとかの方がいいのかな。ああいうのだったらね、カズさんが使ってたやつも動いてたので、あっちだったらひょっとしたらもうちょっといけたかなと思いました。さすがチーロさん、素晴らしい。それではまた今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。